はい、まずブリーチをしていきたいと思います。使うのがこちら、新しいやつなんですけど、はい、こちらの B ブリーチっていうのを使っていきたいと思います。はい、いつもアルミノの120使ったりするんですけど、今日はこちらを使いたいと思います。でちょっと濡らさないと根元がちょっと怖いんで、ちょっとウェットします。まずまあブリーチ乗せてみないと分かんないので、まず乗せましょう。今パレットを使いながら、塗っていきます。根元の方は逆にこう塗っていって、まあ後々後で根元を攻めるかもしれないんですけど、ちょっと状況見てやります。で根元の方を逆に塗って、こういうふうに逆塗りしてあげて、まあ自然につなげていきたいなと思っております。で、まだかなり白くしないとその希望の色にならないので、まだここではオニヤンマの出番がなくて、で毛先のダメージの方が多分強いと思うので、後でヤバそうだったらオニヤンマをつけてやっていきます。で今ちなみにケアブリーチは使ってなくて、もうブリーチ単体でやってますね。で基本的にケアするブリーチは使わずに、オニヤンマを使って減力させるとか、あとストップさせるとか、そんな感じで考えていきます。ウェットした理由としては、根元の方ドライで入っちゃうと結構ムラになりやすいんで、ちょっと根元を濡らしました。水で、普通の水ですね。水スプレーですね。で顔周りのこういう産毛とかは、こういうところですね、は2回目でも全然いけるので、あまり今は攻めません。とりあえず、まあ、全体産毛とか以外を、まあ、なるべく均等に1回ちょっとリフトしてっていう感じですね。で毛先はね、多分結構今なんか暗いんですけど、多分カラーがセルフカラーの色が残っちゃってるんで、ちょっと頑張ってみたいと思います。今1回塗り終わってまだ時間は置いてないんですが、結構、まあ、僕時間がある時になるんですけど、時間ない時は1回放置しとか営業中はしたりとかするんですけど、時間の時はもうこのまますぐ攻めますね、元の方。なんで3回ブリーチのを、まあ、1.5回で、3回分ぐらいにして、2回やって終わりにしようかなと思ってるので、この段階で放置するよりももう1回ここ攻めちゃうともっと早く抜けるので、今この根元の黒いところとか、ちょっとまだ暗いなっていうところをこのまま流さないで、時間放置しないでこのまますぐ攻めてですね、2倍にしてないんですけど、6% を2倍にするということは 3% になるわけなので、当倍にした場合 6% ですよね。なので、そういうことで、半分にしてます。 1対1で、1対1だとちょっとやっぱ粘土が塗りづらかったりするので 1.5 ぐらいにちょっとしてます、これ、はい、でちょっと濃いめにしてやってるというような感じなので、スピード狙う場合は濃く作っていくというような感じにしてます。結構見ながらで、途中であちょっとやばいなと、毛先やばいなと思ったら、そこでオニヤンマを出していくという感じにしているので、今のところまだオニヤンマの出番はないのかなという感じです。希望色がかなり明るいので、余計なことはせずに、必要なことだけをまずして、必要になったら使うっていうのがベストだと思うんで、何でもケアしとけばいいっていう問題ではないのかなって感じがしますんで、僕はケアブリーチは使いません。はい、ではこれで、流してきたんですけど、2回目のブリーチをいきたいと思うんですが、根元がちょっと危なそうなんで、危ないっていうのは肌がちょっと赤くなりそうなんで、ちょっと開けてはいたんですけど、ちょっとついちゃった部分もあって、でパレットで塗っていきたいと思います。はい、まだちょっとオニヤンマの出番はない状態です。で基本的にこう塗り分けでできるんだったらオニヤンマもいらないわけで、なんかいろんなものを使わない方が結構結果が良かったりするので、シンプルが一番いいと思います。必要になったら使うかなっていう感じなんですけど、宿毛矯正とかは結構、弱い髪とかは絶対使うようにはしてるんですけど、今日は今のところまあ使うところが見当たらないっていう状況なので、塗り分けで全然いけちゃうので、無理に材料費上げる必要も僕はないかなと思うんで、
なんか使うことによって逆に遠回りになってリフトしなくて、なんか逆になんかお客さんの結果微妙だったりすることもあるので、なるべくシンプルが一番いいと思います。まあ、ちょっと色が、ホームカラーの色がちょっと残っちゃってるところがあるので、そこをつけてるような感じになります。だからあまり時間は正直これは置きません。ちなみにもみあげのところは皮膚ただれちゃうと危ないので塗ってません。この辺ですね。はい、今ブリーチのブリーチ 1.5 回を2回やって、その上に、今シャンプー終わったところなんですよね。そこにオンカラーする前にトリートメントをしていくんですが、毛髪内部がアルカリに傾いてますので、トリートメントがすごく入りやすい状況になってます。そこで、ごめんなさいちょっと冷たいんですけど、モモンガのトリートメント、これをモモンガついですね、これを全体にちょっとつけていきます。そしてこのエタノールをね5倍で薄めたものですね、水で。でペールイエローっていう色がブリッジしてるとベースに入るんですけど、こういう感じですね。でこれがですね、実はこの後 の色を結構マイルドにしてくれるんですね。例えばアッシュでしたら、まあ、アッシュベージュとかアッシュグレージュとかって入れるときにアッシュが強すぎるとやっぱり結構汚い色になったりするんですけど、これをベースに入れとくとすごく綺麗に発色します。まあ、もちろんこのまま揚げたら全然色として使えないんですけど、まあ、ベースにこういうの入れとくといいよっていう感じですね。全然余計なトリートメントとかしなくても全然このモモンガだけで全然いけるというか、いやいろんな成分が入ってるので、ハーブも入ってるしコラーゲンも入ってるし、まあ、システインも入ってますし、その他いろいろとツヤ出し成分だったりとか、まあちょっと酸とかいろいろ入ってるんで、このような感じに作ります。よくねまあ、車とかバイクとかの塗装とかもサフェーサーってちょっとベースにね、まあそれはシルバーとか色をベースに入れたりとかするんですけど、やっぱりその原色よりもベースに入れておくことによって上の色が綺麗に見えたりすることもあるので、そんなようなイメージで僕は考えてます。はい、で、この状態にですね、今度モモンガですね。で毛髪がアルカリに傾いてると色が綺麗に乗らなかったりするんで、一回ちょっと製図に戻しましょうよってことにニヤンマを使います。で、ニヤンマをちょっと使うんですが、ニヤンマをこの上につけていくんですけれども、全体につけます。酸化力があるので、これを全体に行き渡らせると髪が、ちょっとアルカリが少し抜けてですね、落ち着いていきます。で落ち着いたところで色を入れるっていうような感じで僕はやります。ニヤンマなんですけど、これコスパがいい使い方としては、ちょっと水と薄めて使っても全然いちいちとかで使えるので、まあ、もしマドラーとかで混ぜて使っていただいても大丈夫です。はい、で僕は作業効率を考えたいので毛先にリンスはつけちゃいます。まあオンカラーするんですけど、ギシギシしてると溶かされてる方も嫌だし、やる方もなんかスムーズじゃないんでつけちゃいます。僕はリンスで、オニヤンマの後リンスつけるとめちゃくちゃツルツルになるんですよね。なんでその方がやりやすいかなと思います。こんな感じですね。でこれでオンカラーをしていきます。はい、これで2回、1.5 回と 1.5 回で3回ブリーチしたぐらいの感じになってると思うんですけど、これに、マテリア のこれどっちもミューなんですけど、マテリアのミューの、8の P ミューとピンクですね。あとは、モーブの10ですね。モーブの10のミューです。で、まずリタッチをして、リタッチし終わったら、これをクリア剤で薄めて毛先を塗るみたいな感じで考えてます。で今はブリーチシャンプーしてモモンガつけて、ちょっとペールイエローの色をベースに入れて、でニヤンマをしてペーハーを整えた状態です。ちょっと塗っていきたいと思います。
で、アルカリキャンセルで2剤はやってます、はい、で、ちょっとした裏技なんですけど、まあ、これね、ちょっと薬事法の関係で皆さん真似しない方がいいと思うんですけども、さらに、アルカリを抑えるのに、アルカリとかな、カラー剤の力を弱めるのに、オニヤンマをちょっと入れたりするんですけど、まあ、ちょっと薬事法の関係上、まあ、僕はやるんですけど、皆さんは自己責任でやってください、まあ、特に何か起きるわけではないんですけど、ちょっとだけ入れるんですよね、 20% ぐらい。そうすると、特にちょっとこれ裏技なんですけど、縮毛矯正 と、根元染めとか一緒にやる場合とか皆さんあると思うんですけど、同時進行でリタッチ白髪染めと縮毛矯正とか、そういう時に僕は結構アフターカラーの時に、オニヤンマとか混ぜちゃいますね、2液、だからカラー剤が2液みたいな感じになるっていう感じです。ただ染まりはちょっと弱くなっちゃう場合もあります。そういう感じの使い方でオニヤンマ使うこともあります。本来は一般的には使わない方がいいんですけど、そういう風に縮毛矯正の後のカラーって結構危険で、うまくやらないと矯正が弱くなったりとかするので、そういうのをカバーリングするときにそういう使い方をします。なんでかっていうと、シュウ素酸ナトリウムがちょっと入ってるんですよね、そのオニヤンマに。なので、そういう効果があります。ちょっと酸化力が強いんで酸化させるっていう感じですね。で、P の8とか、まあ結構濃いんですけど、なんか結構ね、乾かすと色飛んじゃうんですよね、ピンク系って。なので結構濃くしてちょうどいいぐらいなんですよ、はい。なんで、まあただブリーチ5回とかしてる人は結構バンって入るんで気をつけてください。クリア剤とかで薄めて使った方がいいですけど、まあ3このぐらいだったら、こういう使い方しても大丈夫だと思います。じゃないと色がすぐ抜けちゃうんで、使えないんですよね、全然。で、後で薄かったら取れないじゃないですか。ただもし濃かったら、ピールメッシュの方法で若干取ることもできるんで、まあ、濃いめに仕上げます。まあ、結構色が、入りすぎる可能性があるんで、毛先はクリア剤をちょっと混ぜます。そしたらこの残液に対して、クリア剤を混ぜるんですけれども、こちらです、はい。この残液を1と考えた場合、このクリア剤を、同量入れます。あとは水をちょっと入れるだけですね。僕はそんな感じです。2剤入れないで水を入れますっていうだけで、ちょっと水入れて、こんな感じで作ります。ほぼ水カラーみたいな感じですかね、これ。これです。で、これ薄めたやつを、はい。そしたら、今度毛先に塗っていくんですけれども、まあ、めんどくさいので、手で塗っちゃいます、ね。こうやって。このまま塗っちゃいます。こうやって。つけるって感じですかね。パッとつけちゃって、それから綺麗にやっていくような感じにします。なんか先につけちゃった方が、なんかやってるうちにね、根元の方が毛先についちゃったりするんで、こうやってわーってつけちゃった方が良かったりします。こういう感じです。で、ここに今つけましたね。そしたら今度全体をコーミングしてちゃんとやっていくっていうような感じに壊してます。根元が入ってきましたね、だいぶ。で、塗りムラあるとそこだけ色つかなかったら本気で変な感じになっちゃうんで、根元は白髪染めみたいにベターって塗るしかもうないんですよね、こういう場合は。黄色っぽく残っちゃうともう最悪なので、結構ベタ塗りするしかないです。で、この根元のやつを毛先の方に徐々に移行させていきながら、綺麗に塗っていきます。
あと毛先の方が色入れば、結構ねいい感じなんで、ちょっと時間を置いていく感じです。はい、これでちょっと時間を置いてからちょっとまた見たいと思います。はい、今カラーの、最後のカラーのシャンプー終わったのですが、この後に今カラーの色がこのような感じで綺麗に入ってるんですけれども、オニヤンマーを、まあ、結構通常のカラーの時は結構つけたりするんですが、こういうようにハイトーンの場合は抜けちゃう可能性があるので、今綺麗に、ね、こう入ってるんですけど、場合によっては色がスーって少し薄くなっちゃう可能性があるんで、こういう場合はつけません。こういう場合はどういうふうにするかというと、特に、まあ、僕はこの色トリートメントを使ってるんですけど、これをつけて、特にこれをつけて流して、余計なものトリートメント、モモンガも中間処理してるんで、ここではしません。最後はシンプルに、まあ本当に皆さん使ってるリンスみたいなのをつけて、で流して、で最後にムササビのクリアコートをつけます。で臨機応変にその使わない方がいいところでは使わない方がよくて、必要なところに必要なものを使っていくっていうのがいいと思います。何でもかんでも使っちゃうとマイナスに動くことも結構あるので、なるべくシンプルにやっていくっていうのが僕はいいかなと思います。はい、こうしましたら、ここでムササビのクリアコートをつけますね。これをムササビのクリアコートをつけて終わりって感じです。絞るとちょっと白いのがこう出るんで、こんな感じですね。はい、こんな感じで終わります。はい、では今こちら染まったんですけれども、こんな感じに染まってます。でこれからちょっと乾かしていきたいと思います。でちょっとアフターカットちょっとしたいなというふうに思っております。はい、で今染めて、軽くアイロン入れたんですけど、皆さんこれアイロン入れるとき、ピールメッシュときは全く逆で、結構こういうふうに抜けやすい場合は、140度で軽くアイロンした方がいいです。これ220度とかでやるとバーってベージュっぽい色になっちゃうので気をつけてください。というつもりはないんですけど、結構カットラインがすごい、多分なんか普通にジャキジャキ削いだだけみたいな感じで、ラインが全く今ない状態になってます。でそれって多分広がっちゃうのもあるので、あと結構そぎの部分がかなりランダムに入りすぎちゃってるんで、まとまんない状態もあるので、毛先の重さをプラスするっていう部分と、あとはダイバルタンでヤスリがけしていくしかもないので、それをします。かつまあラインは後で作るとして、結構そぎのところがすごいんで、ちょっとまずダイバルで1回面をきれいにしましょう。画面をちょっとヤスリがけをして、これストレートシザーでやるとバツって切っちゃう可能性があるんで、こういうカーブ、長いカーブなんですけど、こういうの使わないとです。でこれ先っちょがちょっと開いてるタイプなんですけど、なぜ開いてるかっていうと、バツってこう切らさないんですよね、先っちょが開いてるんで、っていう感じです。だいぶそれだけでもだいぶ収まるかなと思うんで、そぎはあんまり入れないですね。そぎはもう必要ないので、そぎというよりはそいだところを綺麗に整えるっていう感じが今は必要なので、毛先は足し算で、そぎのところをなめすというか綺麗にしていくっていうのが今必要なことですね。はい、前も言ってるんですけど、まあ、結構最近インスタで枝毛カット流行ってるんですけど、僕も昔はやってたんですが、結構こうやってなんか分かんないけど、こうやってるとこうかな、こんな感じで切ってる人いるんですけど、こうやって切ってるんですけど、あれも絶対やめた方が良くて、これ表面をこうやってやっていくと、ここがバサバサになってくるんですよね。でアイロン入れてるんで多分分かんないと思うんですけど、乾かす時に全部ここバーって出てきちゃうんですよ。この円に対して沿う感じになっちゃうんで、
完全に NG で、まあ、これも結構気をつけた方が良くて、僕を使う時もあるんですけど、表面ひどい時は使うんですけど、その場合もなるべくまあこっちの歯をコンベックスの方にして僕は入れます。あのこうエッジ効いてない方でこっちでこう、なぜかっていうとここに短い毛作りすぎると、あの理想は中は結構取って表面はここだけをヤスリ掛けするぐらいが一番ベストなんですよ。実はこう取ってここをやる、だからそれなのにここを結構みんなやっちゃってるんで、ここがバサバサになっちゃうんで、アイロンでごまかしてるからいいんですけど、そういうのがあります。なんでここがガッガーってこうやっちゃうとダメですね。なんでどっちかというと中をこういう風に取って、このカーブを、このカーブの中を、こういう丸くなるようにここを取るってことです。そうするとここにカーブができるようになるんで、反対側それでやっちゃうとあのまとまらないですよね。なんでここを取る、ここに取っていくとこの内側に入るんですね。こうで、でここもここを取って下からやってて、そうするとここの丸さが出ますね。そして今度後ろやりますが、まあ、ちょっと今これアイロン入れてるんで結構綺麗に見えますけど、結構やばいですよね。なんかあのさっき乾かしてみて思ったんですけど、なんでそこを全部整えます。で今度こっちを取っていきます。で結構この枝毛カットのポイントとしては、結構ノーテンションで結構力をふわっと抜いた方がすごい噛んでくれるんで、結構力入れてやるとあんま噛まないんですよね。なので結構力抜いてやるぐらいの方が良かったりします、はい、このように。で特にこの多分ポンズの場合、この耳後ろのこの辺の重さが結構気になると思うんで、これそぎじゃなくてもうこれでいっちゃいますね。ここの重さが結構膨らんじゃうんで、これを切っちゃいます。で面をピタッとしていけば、あの膨らむのが気になるって言われてたので、膨らみをちょっと取るためにそうしてます。このボンのくぼから、ボンのくぼのところから上のところをやっていきます。でボンのくぼから下の部分に関しては僕の場合はもうこれできないんで、普通に削いだりとか他の方法を使っていきます。で、あと結構この辺タイトにすると結構可愛くなるんで、ここのここをちょっとキュッて、あの日本人の骨格ってやっぱこう四角いんで、まあ、彼女はそんな四角くないですけど、ここをタイトにした方が絶対可愛いんですけど、ここをタイトにする方法っていうのはこれをサイドチェンジして、ここにそぎっていうか、これちょっと皆さん難しいんで、あの慣れてからやってほしいんですけど、これ失敗したらマジでやばいんで、あの慣れるまではちょっとできないと思いますが、これは、今コンケープの方で入れてます。なぜかっていうと、コンケープで入れた方が落ちるとコンベックスになるからですね。で、このまま下ろすと何が違うかというと、こっちは出てるんですけど、ちょっと分かりづらいかもしれないですけどね、こっちは出てるんですけど、こっちはタイトにここにペタって食いつくんで、そうするとこっちが出て見えるから痒く見えるんですよ。こっちキュッてこう入って、なんで奥行きが出て見える。でこの顔前が暗く見えるんですよね、少しタイトになることになるですけど、こっちはボコってなってるんで、そういうところをちょっと調節すると違います。でこれも、T4 セリングっていうセリングでこう中を削ってこう方もあるんですけど、もう削げないので今日はちょっとそれは違う時にやります。で、ここを同様に持ってきてノーテーションで切ります。で前髪結構切っちゃう人がいるんで気をつけてください。そうですね、このこめかみのここです。この毛の重なりを取るんですね。でこれでここが、できまして、これでめちゃくちゃタイトになると。そうするとここはこうなります、まあ、こうしたくない場合はやんない方がいいですね。で例えばめちゃくちゃ量取りたい場合、まあちょっと今これやりますけど、ここはちょっとこの骨格がちょっと出てるんで、
ちょっとやります。結構膨らみやすいのかもしれないですね、骨格の形状が。でここをもうちょっと取ろうかなと思うんですけど、この R2 セイングを使って今のやり方をダイバルタンと同じやり方やると結構取れるんで、ここをリフトしてストレート刃でやるんですけど、 R2 セリングで逆刃で切るとここをちょっと押し付けるんですけど、程よくここがこの中が取れて、まあ、ちょっとお客さんからしてみたら刈り上げてんじゃないかと誤解される可能性があるんですけど、こんな切り方がないの でこれでここがシュッと収まるっていう方法もあります。まあこれもね難しいっていうか、まあセニングによってはできないのがあるんで皆さん気をつけてくださいね。これ R2 セニングはできます。これを押し付けて、どっちかっていうとこう根元から 2,3 センチのところを引っかかるやつだけ切ってる感じですね。それでこのぐらい取れるんですね。これが中の広がるやつなんでこれを取っちゃいます。こういう感じです。表面までやっちゃうとちょっと危ないので、でそうするとこことここが締まるんですよ。こことこう、そうするとバランス良くなるんで、上から見るとひし形になるんですよ。こうさあここ締まってひし形っていう感じに僕はいつも球体を考えてます。なんであとは毛先の重さがないんで、前髪とかをもうちょっと重さ出した方が絶対可愛いんで、勝手に切ってますけど大丈夫ですか？大丈夫です。前髪がちょっとこれだと残念なので、もうちょっとこれ、ショーバルタンですね。で束ごとにイングラで、ちょっと重さをちょっと作ります。ちょっと前髪がもうちょっとこう生きてくるんでかっこよくなるんですよね。ちょっと切るコツは束ごとにちょっと重めに切るっていう感じですね。例えるとしたら、このグラで入れる感じですね。中から中でグラでこう小さい丸をこう入れる感じです。中側をこう切ってる感じです。そうしていくとちょっとこう重さが出る、重さと丸さが出るんで結構前髪が生きると、さっきで目の上のところすぐ伸びるんで僕はちょっとこういう風に切ったりしますね。でそうすると結構センターがここ長い、この距離をこの距離って出さない方がいいんですよ。ここの距離を皆さん大体こうやって切っちゃ、アーチで切っちゃうんですけど、ここの距離出しすぎると小顔効果が出ないんで、マスクした時に可愛さはここが長いんですけど目に入んないっていうのがいいんで、ここを上げないで、ここはなるべくこの長さキープしながら目の上を切れば目も当たらないので、これでちょい目の上が短くなりまして、あとは毛先をもうちょっと重さを出したいので、あんまり長さ変えないようにして重さを作っていきます。ソーバルタンで上からイングラを作って、イングラを作って毛先を切る感じですね。それで重さを出して収まりを良くしていきます。ここの長さ、ここもちょっと重い方が可愛いんで重さを作って、後ろのとこもちょっと重さを出した方がいいんでブランと入れていくような感じですね。ちょっと左右の長さが今違うんで、ちょっとそれを修正してます。コーム2個使って僕はやるんですけど、でこれで左右の長さがあったんでちょっとラインが綺麗になりましたね。で結構サイドがそぎが入りすぎちゃってるんで、その場合バランスがちょっと今整ってないんですよね。横に対してバックがめちゃくちゃ重いので、こういう場合は仕方ないので中をちょっと取ります。取るっていうのはここをちょっと取っちゃいます。そしてサイドと後ろの量のバランスを整えます。これは T4 セニングで中をちょっと取っていきます。
ちょっと両肩を均等にした方がいいので、横が重さ出るまではちょっとそれで対応していくっていうような感じになりますね。これにすることによってサイドと後ろの両肩のバランスが結構近くなるので、いいかなと思います。滑りをしないとなんか後ろだけボコってなっちゃうんで、でこれ毛先なんぼついても毛先どん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 ついてったら根元だけ重くなっちゃうんで、結構根元が攻めた方がいいです。じゃないと止まらないで、こんな感じで終わりかな。はい、でこんな感じに今日は仕上がりました。こんな感じです。見えますでしょうか。はい、でこれで今日は、はい、だいぶ変身しましたね。はい。